一回やれば一生散らからないという、そんなキーワードで今人気の片付けのプロに片付けの極意を教えていただきました。おお、すっきりしてる。片付けたい、でも何から手をつけたらいいのか全くわからない。はるかに使いやすくなってます。今日は1回やれば一生散らからないがテーマです。まさに理想のキッチンになりました。片付けが苦手な人ほどやる気が出るテクニックを片付けアドバイザー石坂京子さんが伝授。これまで片付けに関する著書を多数出版、オンラインレッスンや数々のメディアでその技を披露している、まさに片付けのプロフェッショナルです。キッチンというのは収納のルールがあります。そのルールに従って入れていくと調理がスムーズになります。さあ、この春こそ思い切ってすっきり、一回やれば一生散らからないプロ直伝片付け術キッチン編。こんにちは。今回は現在4人目のお子さんがお腹にいらっしゃるお母さん、清水翔子さんにご協力いただき、キッチンの片付け術を石坂さんに伝授していただきます。まずはキッチンを拝見。一見綺麗に片付けられているようですが、プロの目から見ると問題点あるようです。これでダメなんですか？キッチンはコンロの下に置くものとかシンクの下に置くものというのが決まっていて、作業動線がスムーズになるように収納していくことで家事の、ね、手間もすごく省けるので、はい、そういうふうに見直していきたいと思います。では今からキッチンのもの全部出しましょう。全部、全部ですか？全出しします。全部、全部出します。まずは全出し。鍋、フライパン、ザル、ボウル、さらに食器から調味料まで、キッチンにあるものをスタッフ含め全員で一回全部出します。一生散らからないと思えば、ケント君も手伝ってくれてますね。やりますね。しかし、奥の方のものとか結構翔子さんも忘れてたものがあったと思うんですよ。なので把握するために全部出して、そして確認して必要なものだけを残していきます。清水さんどうですか？実際にこうキッチンの中身すべて出しましたが、出ましたね。これだけのものがあるとはちょっと思ってなかったのでちょっと驚いてます。ご覧いただいたようにかなりの量あるんですが、ただ適当に置くのではなく用途別、さらに種類別に分けて置くのがポイント、そうすることで使うものだけを厳選しやすいんです。石坂さん、まずはこの出した道具類などどうしたらいいんですか？はい、本当に必要なのかどうかをちょっと見ていきますね。はい、例えばね、翔子さん、ザルとボウルなんですけど、はい、たくさんあるんですけど、はい、もう使ってないなっていうものありますか？正直このプラスチックのものはあまり使用してないですね。そうですね、はい、一気にこう見ることによってどれが使ってないのかすぐ分かりますよね。一番いいのはこの一つの大きいボウルの中に入りきるまでって決めるんです。そうすると面積を取らないのでスペースを縮小して置けるのでキッチンは使いやすくなるので、本当に必要なザルとボウルだけを残して一つに重ねて収納することにしました。続いては同じ大きさのフライパンが3つ出てきましたが、今メインで使っているのがこの黒なんですが、はい、これがちょっと使わなくなってくると、はい、揚げ物用のフライパンへとランクが下げられ、傷むと揚げ物用になる、はい、これも捨てられずにいた傷がついて使っていなかった一つを処分することにしました。取っ手が取れるタイプを使ってますね。便利ですよね。もし減らせたらスペースができてその分違うものが置けるので。そして石坂さんが気になったのがたくさんある保存容器。これも実際に今使っている保存容器ってどれになりますか？見事にこう分かれてこっちですね。じゃあもう今石坂さんが持ってるものは使って、もうほぼもう使ってない、むしろあったのも忘れてたぐらいですね。そうですね。でもね、どこのお家もあるある。他にもこれは2つはいらないんじゃないというものも探せば結構ありました。
何々専用の道具っていうのがたくさんあるとキッチンに物が溢れてしまうので、例えばこれはバットですね、うん、で何に使うバットですか？揚げ物、特に唐揚げですよね、はい、唐揚げとかだけに使うバットだとしたら、これは魚焼きグリルがあるお家だとバット代わりになるので、揚げ物をしながらあの魚焼きグリルを引き出してそこに揚げたら入れていく。確かにこのバットをその上に置くってこう動作をしてました。あ、上に置いてた。それを置いて、なるほど、なるほど、なるほど。ちょうどいい位置にありますもんね。ここに置いとこうっていうのをしてましたけど、バットをですね。そう。まあ、このようにして必要なものだけを仕分けた結果、大きな袋5つ分のいらないキッチングッズが、この分収納スペースが空くことになります。うん、さあ、そしていざ収納開始。では早速収納開始なんですが、はい、石坂さん、ポイントはどういったところでしょうか？はい、キッチンというのは収納のルールがあります。すべてのものに住所を決めていくんですが、うん、そのルールに従って入れていくと調理がスムーズになります。すべてのものに住所がある？まずは料理って野菜を洗ったり切ったり下ごしらえからスタートすると思うので、水を使いますよね。水のあるシンク下には下ごしらえで使うボウルやまな板やそういったものをしまっていきます。そしてコンロの下っていうのは火にかけるものを置きます、はい、フライパンとかあの鍋とか、そしてその間には調味料があるというように動線に沿って物の住所を決めていくっていう流れになります。どうですかね、物の住所が決まってるとこう、うん、料理とかするとき便利そうですか？意識してなかったので真逆でした、置いてるものが。そうするとあっちに行ったりこっちに行ったり、うん、あんまり動かずに料理ができるっていう。では決まった住所通りにどんどん収納していきますよ。とここでどこのご家庭にもおそらくあるでしょう、ミトン。村雨さんのキッチンにもありますか？はい、電子レンジの横に置いてあります、はい、まさにキッチンの上だったり冷蔵庫の横、電子レンジの横などぶら下げたりして場所を取っていると思うんですが、はい、実はこのミトン必要ないんです。いらないんですか？ちょっと取りにくいかったり。そうですね、まずつかめはできないのでこう挟んでる感じです、うん、でなんかグラタンにミトンがちょっとついちゃいそうな時ないですか？もうむしろ毎回ついてますね。ちょっと使い方難しいんですよね。そうですよね。そこでいいものがあるんです、はい、はい、皆さん どこのお家にもあるようなこの軍手、軍手をちょっと二重にしてもらえるとあの頑丈になりますので、はい、ミトンの代用で使えるのがこちらの軍手。洗いやすいですし、何といってもくるくるくるっとして収納できるので場所を取りません。指先でしっかりつかめてグラタンの中に指が入らない、はい、あとはまあお鍋を移動するときや、まあ、ちょっと重たい土鍋の蓋を開けるときなども5本指でしっかりつかめるので安心感があります。こちらぜひ試していただきたいです。さらにどこのお家にもおそらくあるキッチン3点セット、これもいらなくなる。一般的なお家によくお見かけするのがこのキッチンの3点セット、三角コーナー、洗い置け、水切りかご。実はこれいらないんです。え、私この3点セット家にあります。いらないですか？そうなんです、これがあると調理スペースが狭くなりませんか？三角コーナーの場合はザルで代用できて、お料理するときにこれをシンクに置いて生ゴミは捨てる、はい、さらにこれは洗ってしまう。ザルで代用することでキッチンからまず三角コーナーが消えました、はい、さらに洗い置けはそもそも必要がなく、洗い物はそのまま置けばいいということで、こちらシンクから洗い置けも消えました。ちなみに布巾やまな板などの漂白にこの洗い置けを使っているという方はビニール袋の中でも代用すればいいということでした。そして最後になりますが、こちらの水切りかご、これ私絶対必要だなと思っていたんですけど、
確かにまあスペースを取りますし、たまに洗わないとあの下の方がちょっとぬるぬるっとしてきますよね。これもなんと場所を取らずに代用できるものがあるんです。どこに置けばいいんだ。キッチンペーパーを使います。キッチンペーパー、はい、もうこれどのご家庭にもありますよね、はい、あると思います。洗い物をする前にキッチンペーパーを敷いて食器などをこうして置くだけ。さらに使い終わったキッチンペーパーも上手に活用できます。これでまず床を掃除して、でその後シンクを掃除するんですよ。こうやってこうやって掃除をして、最後は排水口の中も開けて、これで排水口の奥まで掃除をする。そうすることでこれまでシンク専用で使っていたスポンジなども必要なくなるので、またこれ収納スペース空きましたね、はい、もう今のお話を伺ったらあのキッチンの3点セットいらないんだなってことがよく分かりました。さあ、そしてあっという間に全ての収納を終えました。じゃあまずコンロ下から見ていきましょうか。はい、はいはい、こんな感じで、おお、隙間もすっきりしてる。最初ここにまな板も入ってたと思うんですよね。入れてました。なのでやっぱりそれは下ごしらえで使うものなので、ここからは除きました。そしてシンク下開けてみますね。はい、はい、こんな感じでザルとボールを一箇所にまとめました。片付け前2つのスペースを取っていたザルとボール、使わないものを処分して一箇所にまとめたことで他のものが入るスペースを確保できました。ここは下ごしらえで使うまな板類、それからボール類でお掃除で使うもの、で水筒も横に寝かせて置かれてたんですけど、うんはい、やっぱりこう上から見てどこに何があるか一目で分かる、立てて収納することによって有効にスペースを使うことができます。うん、これなら子供だったり主人もパッと見てすぐ分かるというのが本当にいいですね。ここで活躍するのが100円ショップでも買えるファイルボックス。きちんと幅を測ってから買うことをお勧めしますが、これがあるだけでスペースを有効活用し、さらにすっきりと片付けることができます。そしてこちらの方が、おーと思わず清水さんからも声が上がりましたが、どうですか。もうほぼここ正直使ってないものが結構入ってる場所ではあったんですけど、あーなるほど、ゴミ袋がファイルボックスというかケースに入ってるんですね。こういう風にしておけば、あのさっき引き出しの中に寝かせて置かれてたので、そうですね、はい、スペースすごく奪ってたんですよ。ですがこういったボックスに入れて立てて収納すると使いやすいですよね。いいですね。100円ショップでも買えるファイルケース、これが収納に使えるなんてなかなかこれ思いつかないですよね。アイデアですね。すっきりしてもうまさに理想のキッチンになりました、うん、そして食器棚、こんな感じになりました。あーすごい、隙間もあるし取りやすくなりましたね、はい。これまでは隙間がなく取りづらかった食器も用途別にきれいに揃えることで取りやすくなりました。さらにここに石坂流のこだわりポイントがありました。ここのポイントは、はい、お子さんが自分で自分の食器を取ったりお手伝いができるようにしました。誰が使うかで置く位置も変えるんですね、うん、そうなんです、うん、それをゴールデンゾーンと言います。ゴールデンゾーン使う人の手の届きやすい位置、それを石坂流ゴールデンゾーンと呼びます。お子さんにとってのゴールデンゾーンはこの場合だと低い位置にあります。これならお子さんも自ら進んでお手伝いしてくれそうですね、はい、ここならお皿もフォークとかスプーンも一回で済みますね。前までこっちにあったので。そしてお父さんやお母さんにとってのゴールデンゾーンも考え、それぞれ取りやすい位置によく使うものを配置する、これも一生散らからない片付け術の一つです。ちなみに清水さんの手が届かなかった一番上の棚、
そこには取っ手付きストッカーを使って踏み台を使わなくても簡単に物が取れるように工夫しました。今までこう自分なりに使ってるから別にそんなに不便には感じなかったんですけど、いざこうやっても物の住所をが決まってると本当私だけでもなく本当家族みんな使いやすくなったんじゃないかなと本当感動してます。ありがとうございます。ありがとうございます。一番大事なのは調理スペースだということを思っていただいたら、これから作りやすく片付けやすいキッチンになりますので、これを維持していただけたらなと思います。はい、一生散らからない片付け術いかがでしたか？ね、最初この映像見ただけなんかこれからフリーマーケットでもやるのかなという感じになりましたけど、はい、これ以上のものはもういらないってことになるわけですよね。今ある当たり前のものも代用できればそれ減らせるっていうことですもんね。そうですね、まあ、無駄なく買い物をするということにもつながりますね。はい、住所が決まれば当然みんなもどこに何があるかも分かってくるってことですね。一生もうこれで大丈夫かっていう話になってくるわけですね。